ゆうひとトニーです。今日はバーベルを使った基本動作のデッドリフトでよくある間違い、この直し方、これを見ていこうと思います。とよくある間違い、まずはセットアップからいきましょう。セットアップはクロスフィットがいわゆるデッドリフトだけではなくて、クリーンとかスナッシュとかそういったリフティングの動きもあるせいでよく見る間違いですね。一つ目がまず手の幅になります。本来正しいのは肩から腕がまっすぐ落ちた状態なので肩幅で握ります。それが、クリーンとかスナッシュとか、いろんな動作をやる中で少しこう混同しちゃって、クリーンの幅ちょっと広く持ってしまったり、これはあんまりいないですけど、スナッチの幅まで広がってしまうみたいな間違いがあります。スナッチはほとんどないですけど、ちょっと広いクリーン幅ですね、肩よりも手が外に出ちゃってる人意外と多いので、こうするとやっぱり効率が悪くなってしまうので、しっかり肩から下に腕が押してる手の幅にしましょう。これが一つ目で、セットアップのところで二つ目は、これもやっぱりリフティングの練習を一緒にやってるためにある間違いですね。ちょっと横から見てみましょう。最近ちょっと間違ったりやります。クリーンやるときって少しお尻が低いんですね、このぐらいで、このままデッドリフトもやってしまうっていう人がいます。でもデッドリフト実際にはもう少しお尻が高く上がった状態、このぐらいですね。ここからスタートします。こうすることでより股関節周りですね、もも裏だったりとか股関節周りの筋肉をしっかり使うことができるので、デッドリフトをやる際にはこれがクリーンのお尻の高さだとすると、デッドリフトはこのぐらいですね。もう少しお尻が高い位置からスタートするようにしましょう。こうすると強く引くことができます。これがセットアップで見られる2つの大きな間違いになります。で、次の間違い。デッドリフトね、3つ目の間違いは、もう本当に思い切って引こうという、そういった思いから出てしまう間違いです。ちょっと間違った例やってみますね。こんな感じになりますね。今何がいけないかというと、この上半身がしっかりと固まっていない、しっかり姿勢が取れていない状態から、バーを握った瞬間にもう思いっきり持ち上げたくなって、この上半身が緩んでる状態で思い切ってバーンと引き上げてしまう。これが間違いですね。これ今僕軽い重さでやってるんで特に問題ないんですけど、やっぱ重くなってきた時にこれをやってしまうと、背中周りの筋肉が思いっきりグッと引き伸ばされますので、そうするとやっぱり肩周りもしくは腰周り背中ですね、この辺りの怪我につながりやすいです。なのでデッドリフト焦らずに、ここでまずバー握ってもらったら、しっかりまず脇を締める意識ですね。このバーを少し折るような意識で肩を下げながら脇をキュッと締めます、ね、こうすると背中周り固まります。で、あとは少しお尻を高く引き上げることで腰それからもも裏にもしっかりテンションかかります。で、しっかり上半身固まったところで、ここからゆっくり床を押して引き上げてくると、こんな形です ね。デッドリフト急ぐ必要ないです。最初にしっかり体を固めた方が強く引けるので、勢いで上げようとしないで、まずしっかり姿勢を作ってから上げる、こういう癖をつけましょう。それでは今日もご視聴ありがとうございました。リフトトニーでした。